皆さん、こんにちは。ヘンです。そして。ヘンです。はい。だけどね、今回は、はい、なぜここに座っておられるのか、わかりますか？はい、罰ゲームですね。はい、なんの、ビッドマンのやつですね。ビッドマンのゲーム、はい。そうですね。あれの罰ゲームとは言われてなかったんですけども、撮影終わった後ね、めちゃくちゃ、すごいね。言われておりましたね。私笑ってしまいました。はい。まあそういうことでね、罰ゲームが急遽決まっちゃということで、はい。今回はこちら、何ですか？このこれは。馬からトッポギ。まあでも韓国の味なんでちょっと辛いんじゃないかということで。なるほど。こちら食べていきたいと思います。はい。じゃあ開封して食べてください。匂いがね。はい。美味しそうですね。ね、美味しそう。うん、春雨とトッポギですかね。うん。入ってんのはそうやね。なるほど。これ完食じゃないね。まあ、まあ食べれる範囲で。うんうん。お願いします。いや、美味しいな。はい。じゃあいただいてください。いただきます。はい。どうですか。闇ですね。ああ闇、うん、ああ本当に舌が終わっておられる。辛くないと思うこれ。ああ、うん、さあ春雨も、うん、闇、うん、闇、ああ本当にやばいですよ。病院行った方がいいと思います。いやこれは多分あの麻婆さんと R くんが食べたやつよりかは全然。ああ。何やろ、甘い、逆に甘辛い、甘辛いから全然。なるほど、うん、でもそれパッケージなんか女性泣いとりませんでしたっけ。なんか泣いてますね。泣いてますよね。辛いはずなんですよ。あ、そうですか。ちょっと私には感じた。ああちょっと本当に今度病院行ってください。そうですね、はい、ちょっと辛いのが私得意なので。ああなるほど。あまり何にも感じないです。ああ本当にやばいね。そう、完食できそうですかね。うん、あ、うん、じゃあそのまま完食してもろてもいいでしょうか。あ、このまま。はい、うん。全然。はい。これ楽しい。え、いやの視聴者が求めてるかな。あ、全部食えよと。あ、多分。辛さで言うとね、はい、辛ラーメンぐらいかな。ああ食べたことないんで分かんないですけど、まあ春樹さんがおられるんですけど、どうでしょう辛ラーメン。辛ラーメンはね、そんなにほど辛くない。辛くない。へえ、そんなにほど辛くない。そうですね、うん、うま辛。なるほど、うん、それぐらいっていう感じです、ね、でも多分あの匂いがもうさっき匂いちょっと嗅げないけど、はい、あれ相当辛いね。あ辛ラーメンぐらいちゃうで多分。辛ラーメンぐらいの辛さってこと。うまさ、うん、うまさ、うん、ちょっとそのお皿に春雨一口分あれ入れてもらって、それは春彦に食べてもらう。あ、これ、はい、ちょっと辛ラーメン、本当に辛ラーメンぐらいの辛さなんだったら春彦も食えるんじゃないか。うんうんうん。いや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 、はいどうぞ、はい、これね、全然辛ラーメン。つるっといってもらう、そのまま。じゃあ、つるっといってもらいます。画面映らんで。あ、映らんで、反応も大体わかる。いただきます。はい。ちょっと待って、これいただき。ちょっと待って、どこ辛ラーメンね。うわ、辛っ。わからんよ。あ、これで分かりましたね。やらせはなしですよ。ちょっと待ってろ。大丈夫？これ赤いやつや。赤いやつやで、これ。な、何、今、なんて言うた？甘い言うた？うん、美味しい。甘い、甘い。なあ、うん、甘ない？でも、水飴入ってんやろな、今、分かんねん。水飴？なんか水飴っぽいやつ、うん、なんか水飴っぽいやつが舌の上でずっと残るような辛いのをこう引き連れて、ああ蜜ずれにしとんねん、あいつら。なるほどね。甘ない。痛い。うん、全然。うん、うわー、辛っ。
これじゃあ罰ゲームじゃないです。あ、これ多分満点じゃないですか。ご褒美な。などのご褒美。じゃあ何が効くんでしょうか。何が効くんやろね。あの何やった？何？デスソースじゃないやつ。ザソース。あ、じゃあデスソースか。デスソースは普通に使います。あ、なるほど。ぐらいです。あ、チャーハンに使う。ああ。ほな。あれ多分美味しくいただいてるだけやね。じゃああれ気になるよ、なんか辛いグミ知ってる、なんか辛いグミ、なんか900万スコビルある。あ、そういう風な、ちょっと体に害があるようなものを私口にしないようにしてる。なんで？いや、なんかあんまり美味しくなさそう。いや、食うんすよ。罰ゲームやしな。食うんすよ。まあ、今度探しとくんで。うん、あの負けた時は強制的にそれ持ってくるんで、私。あ、私が食べないといけない。はい、負けた時にね。怖いね。ええー、覚悟してください。結構量あんね。ええー、そう。全然量あるようにはないけどね。お餅が多い。あー、トッポッキーが多いですね。私、お餅苦手で。え、じゃあもう罰ゲームや。罰ゲームや、今。今罰ゲームや。なんでお餅嫌い？え、お餅は、あ、味、うん、があんまり好きじゃない。味が美味しいなけどな、お餅。まあ私もあんま好きじゃないんですけどね、うん、なんか喉に詰まりそうっていう恐怖で噛めよ。いや、普通にうまそうに食うよな。うん、相当今唇にペッと当たってるけどさ、はあ、痛いんやけど。普通に痛いんやけどね。もう最後には一口。あら、はい、いただいてください。うん、はい、完食ですか。はい、はい、ではごちそうさせてください。おいしい。はい、おいしかったですか。ありがとうございます。それはよかったです。本当に病院に行ってほしいですね。、はい、ということで今回は、罰ゲームですね、はい、辛いの食べさせましたけども、うん、思いのほかあんまり反応がクソ薄かったということで、はい、次回はもっとクソ辛いのを用意してこようかと思いますので。、はい、よろしくお願いします。では、はい、皆さん、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。